はい、東アジア崩壊ニュースです。今回お届けする情報記事はですね、長谷川幸弘さんの書いた記事をご紹介したいと思います。こちらに書いてあるように、日米安保賛成、そして集団的自衛権反対、まあというのはね、愚かな主張であるということを、長谷川さんはね、今回ご紹介する記事の中で語っています。ご紹介する記事はこちらですね、現代ビジネスの記事になります。まあこの記事が出されたのは先月の6月24日なので、結構前の、1ヶ月近く前の記事なのですが、つい先日、衆院で安保法案がですね、可決されました。まあその際、民主党は、プラカードだけね、テレビに映して、その後、そのプラカードね、片付けもせず、ゴミのように散らかして、退席して、審議にね、参加しなかったわけですが、まあその民主党を含め、こういった考えですよね。日米の安保には、反対はしていないが、集団的自衛権には、反対しているという主張を、この記事の中で、その矛盾点を指摘して批判しています。で、この長谷川さんはですね、ツイッターのページをね、一回ご紹介しておきましょう。こちらの方ですね。ジャーナリストで、よくテレビでね、姿、よく見かけます。まあ、個人的にはね、タカジンのそこまで行って委員会とかに出演してる時の発言などはね、私は、非常に好きなんですが、ウィキペディアのページも、ちょっとご紹介しておきましょう。長谷川幸弘さんで、1953年生まれの現在62歳と、日本の新聞記者、ジャーナリスト、東京中日新聞論説副主幹ということで、まあそんなにね、大した情報はここでは載っていなかったのですが、全日本スキー連盟公認準指導員の資格を持っているらしいですね。今年、2015年2月に、開催された公認指導員の試験にはね、残念ながら落第してしまったようです。そしてこの、長谷川さん、記者クラブ側に属しながら堂々と記者クラブ批判をできる唯一の人物とね、そういったね、評価もされている方ですね。で、先ほどね、紹介したこのツイッターの、なんですが、結構ね、面白い発言をしますよね。例えばですね、今回ご紹介するのは、この記事で、この長谷川さんね、つい最近また違った記事も出したんですね。ここですね。プラカードを掲げるぐらいなら、議員辞職せよとね、こういった、こちらの記事を、長谷川さん書いたわけですが、この記事に関してね、最近のツイッターで、先ほどご紹介した記事、コラムを書いたら、左巻きの人たちはネットで、長谷川を東京新聞から追放しろとか合唱します。意見が違う人間は問答無用で抹殺すべし。というのが、まさに左翼の DNA と。ロジックで反論してくる人は皆無。実に興味深い。またネタができた。笑いとね、なかなか余裕ぶったコメントをしています。あとはですね、こちらですね。左翼をいじるとすぐキャンという。猫じゃらしは単純だから面白いと。なかなか、なんて言うんでしょう。芯のある方ですよね。もちろん、右より左よりといった意見は個人のものなんでね。賛成するか、賛成しないか、賛同しないかっていうのはもちろん個人の、ところによりますが、私は結構この長谷川さんの意見は、共感して納得できる部分もありますのでね、部分が大きいですので、今回ね、こちらの記事をご紹介したいと思います。で、今回の記事は結構長いので、音声は抜きにして、文字だけでご紹介したいと思います。で、今回の動画はこのご紹介だけで、おしまいにしたいと思います。はい、ではですね、早速、こちらの記事の方をご紹介したいと思います。では、どうぞ。